織田信都は、出羽国天道藩三代藩主、後藩知事。官位は、十五位下、兵部大輔。後に、十三位、四尺。二代藩主、織田信学の四、男として、江戸にて誕生。陽名は、不久之介。文久三年七月三日、父、信学の着手となる。慶応四年に一月七日、とは、不死身の戦いに勝利した、新政府は、 徳川義信の政党令を発し、同時に諸藩に対して、立兵上落を命じた。2月26日、前年から形成を伺い上落を引き伸ばしていた父、新学は、病気を理由に、嫡男の信都氏を受落させた。3月2日、新政府から大内武士先導役を命じられる。これに対し、藩士、吉田大八を、先導役命題とすることを願い、許可される。 3月6日、信都氏は明治天皇に敗越した。3月19日、父の隠居により、藩主となり、4月6日、十五位下兵部大輔に助任する。大宇沈部氏先導役名代となった吉田大八は和平工作を活発に言った。しかし、大宇沈総督軍の挑発と省内藩の反発という対立の構図を改めることはできなかった。4月4日、 庄内藩が天道城下に攻め込み、城下はことごとく焼かれた。在国していた父新学とその家族らは、大宇山脈を越えて、仙台藩領へ逃げた。その途中、山奥の炭焼き小屋で人を明かしたと、天道志に記されている。庄内藩の天道退去後、天道藩は、吉田第八の主導で、長泥藩を襲撃するなどの反撃を試みた。しかし、うる四月二十日、 大宇沈部総督府参謀、セ良修造が仙台藩士に暗殺されると、王宇の形成は一気に砂漠に傾く。ウルー4月22日、こうした混乱の最中、信ブ氏は天道陣屋に入る。なお同日、大宇沈部氏先導役の辞退を許可されている。ウルー4月25日、新政府から見舞い金五千両を受ける。5月3日、 東北諸藩は奥上津列藩同盟を結成する。わずか二万国の天道藩に独自な行動は無理であり、新政府側を離れて同盟側に加わった。6月17日、大渕武士先導役を務めた藩士吉田第八に切腹を命じた。以後、天道藩は秋田藩攻撃などに藩士を派遣する。明治元年9月18日、劣勢な同盟側を見限り、 天道藩は新政府に降伏を申し入れる。10月16日、東京での謹慎を命じられる。11月2日、信都は東京に移り、菩提寺の高林寺で謹慎した。12月7日、新政府は信都に2000国の現地と隠居を命じ、12月17日、弟、都市丸に家督を相続させた。明治2年7月18日、 年重丸洋賞のゆえをもって、信都市の当主最賞が認められて、天道藩知事となる。明治4年7月14日、廃藩知見により、天道藩知事を免職となる。この間、明治3年11月17日、天道市舞鶴山に社殿を設け、織田家子祖である、織田信長を祀った立て織田社神社に、改賞を創建した。明治4年9月8日、慶応義塾に入り、 英学を学んだという、明治5年、辞帝が銀座大化に巻き込まれた。明治7年1月23日、宮内省に出資、同年2月18日に依願退職する。明治17年7月8日、死者区に助諭。明治34年6月6日、死去。去年48、ありがとうございます。